皆さんおはようございます西良平ですで今日が9月の5日木曜日ですね。はい、ということで今3日間にかけてシリーズでお話しさせていただいてますけどもまあドーンと人生が上がっていくっていう人たちこういう人たちにある共通点っていう中でまあ僕自身が今 たくさん接していく仲間の中の中何人かですねいっぱいいますけどもまあ歌う応援家にックもそうですそしてファシリテーターのゆりちゃんに午前3時の手帳の会のまさみそしてジャニさんとかっていう方たちを見ていくにあたっておそらく今まあ僕よりも10個ぐらい上の大先輩たちも見てきてもやっぱりそこに気づいてこういうふうにして上がってったのかなって皆さんも自分の理想とか夢を叶えていく上でも絶対に必要なものってやっぱりあると思うんです、ま。あ 自分の会社の売り上げ収入もそうですし自分の目指すべき何かっていうものを目指していかなきってやっぱどっかで上がっていく節目ってとっても重要だと思うんですが僕はそれをこの人たちが上がっていくにあたって何をまあ何に気づいて何をやってそういう風になったのかなっていうことをこの期間ちょっと考えてたんですね。で一つは、まあ、何を通して変わったかではないんですよね。 根底に存在しているもののは何なのかこの人たちが絶対にこれだけは大切にしておかなきゃいけないっていう何かがあるっていう中で僕自身も自分で会社を始めてみて思ったことまあもう借金もあってそのどん底からっていう最初のスタートはまあプライドだったのかなって思いますまあ言ったのはこのプライドっていうものが高すぎるとなかなか行動に移せないっていう弱点がありますともちろん全てを捨てろと言ってるわけじゃないんですねなんだけど、まあ、師匠に言われた通り 大した努力もないし実力もないくせしてあんたはプライドだけいっぱしだなって言われてあのそれだからあこれができないもし失敗したらどうしようとかっていう中途半端なプライドだったらさっさせてしまえっていうことで、まあ、それを捨てるきっかけになったのも今仕事を始めたことがきっかけになったのかなとも思いますしまあ年を重ねていくごとにそのプライドって何かしらね出てきちゃうんですね。ももううこのののの年だししそそんんななな恥ずずかかいいいいとやできるはずがないっていうのも えー、プライドと関係してるんじゃないかなと思うのも一つそして、まあ、僕の周りにいる、えーまあ、経済的に豊かな方たちですね、まあ、運が絶対に強いとまでは言わないんですけども、まあ、経済的に豊かつまりお金持ちだって言われてる人たちのスタートラインってどこにあったのかなっていうのはやっぱり一つはプライドそしてもう一つは欲ですねもう私利私欲をはじ、まあ、めとしても欲っていうものがとっても強い人たちなんだろうなと思いますこれが僕はいけないことではないと思います本当は お金が欲しいんだけどお金が欲しいっていうこと自体が、うん、恥ずかしいとか汚いとかいうマネーブロックっていうものがあるがゆえにそれを隠すために上手に格好つける人たちまあ世のため人のために私はやりたいんですっていうことが悪いわけじゃないんです決して。ただ 私たちの運とか脳っていうもの自体は自分の本当に欲しいものに対してストレートに物事を引き寄せるっていう効果があるので本当はお金が欲しい本当は大きな家に住みたい本当はいい車に乗りたいんだけどもそうは言えないから世のため人のためですって言っちゃうと遠回りになるしそれがなかなか願望が現実にならないっていうことっていうのがあるっていうことだったんですね。だからまあ 欲しい欲しいでって、まあ、昨日最後の表現でちょっと言いましたけども世のためいつか世のため人のためになるために今僕はお金を貯金してますっていう人たちを見たことないんだけど私は100万円の車が欲しいからと思ったら3ヶ月で100万円貯めるっていう人もいるんですよねだから欲しいと思うものにストレートにちゃんとそれを満たしていくことで周りの人たちが満たされていくっていうのもあるよっていう。もちろん自分をね 犠牲にしてまで周りの人たちを幸せにしていこうと思う人たちの心意気とか志っていうものを否定しているわけではありませんただもし私がこうドンと上がっていく一つのきっかけとして何から最初にやるべきかって思った時に入り口としてはやっぱり周りの人たちを見ててちょっと多いなって感じたのは成功者とかお金持ちっていう人たちで多いのは自分の私利私欲を最初に満たしてみるっていうことそれを満たしてみた時に 物質的なものに満たされてみて贅沢っていうものをやってみてそれだけで私は幸せを感じることはないなって感じるようになると思います。づいててその次の次ここっていうのに行くんですがそののつ目っていうのがまあ今回僕自身が出会ってみてわこの人すごいもう前はほんとわずか何年か前はいろんなことで落ち込んでずっとなんか上がらない上がらないと確かストンって上がっていくっていうもう一つの3つ目の原因あの 根底に存在しているものっていうのは僕が。答えは知ってましたって、昨日も言ったんですね。答えは師匠が教えてくれたんです。知ってて知ってはいたものの、その言葉の意味もよくわからなかったし、それを正しく理解するまでには。僕の場合はやっぱり時間がかかりましたね。それは何かというと、それは愛です。はい、愛ですね。 この言葉が僕は大嫌いでしたねはい、えー。一番大嫌いな言葉が感謝2番目に神様3番目に愛とかいうぐらい嫌いな言葉の一つだったんですがこの嫌いな言葉のひ全てが自分の運が良くなる上で一番重要なものだったんだなっていうことに対して今やっと気づかされたっていうところでもありますその上でそれが何歳でそれが気づくかっていう人それぞれの個人差があると思うんですが今回やっぱりガーンと上がっていくね、あの人たちを見た時にやっぱり思ったことは 根底に存在しているものは愛ですでこの愛っていうもの自体は分かっっっっててるるよいいいいいう人はいっぱいいらっしゃると思いますただし感謝と同じで感謝が重要感謝をしないと運が良くならないとかっていうものに関しても分かっちゃいるけど分かれてないっていうことだったりするんですがもちろん先ほど言ったメンバーの、ね、若くしてバっと上がってくる人たちを見てきても何歳になってもですそれに気づいてわっと上がってくる人たちっていうのは愛っていうことをちゃんと知ったんだろうなっていうことを感じます。 ジャニーさんの活動、ここ最近はねゆりちゃん自身の活動っていうもの自体を見てたりとかいろんな人たちがいろんな活動をしていく中にもそこに、まあ、無償の愛っていうものが存在するなっていうそれをいつも感じますなんだけども愛とは単純に考えると私がどれだけ気をついても相手に対して代償を求めないっていうことですそして まあ愛とはまず重要なことは自分を愛せてるかっていうことなんですよねここができてない状態で私は自分のことは好きでもないし愛してもない可愛いとも綺麗ともかっこいいとも思ってないんだけども私は自分の愛する人を愛してますっていうのは言葉としては成り立たないんですねまずちゃんと自分なんですと自分自身を愛してその気持ちが溢れた分だけ人のためにできるっていうことが今その溢れるものがあるからこそ彼ら彼女たちはその活動に対してもう冷めることのない熱意を持って そしてぶれない志を持った上で動くそこにまたたくさんの人たちがついてくるその後から収入っていうものがついてくるのかもしれないんだけどもやっぱり愛なんだろうなと思いますうんまあ過去の動画の中で幾度となくこの話っていうのはやってきたことではあるものの僕自身も一番最初に引っかかったことですですし、うん、このままじゃいけないんだなって感じた被災者の言葉のきっかけっていうのはやっぱり愛だったんですよねまあとはいえ 愛に溢れてる人たちがたくさんいるんだなっていうことを知ってその中にいることで時々僕も僕だけ廃れてるのかなとかなんかん心が汚れてるのかなって感じたりするときもありますあるんですけどもやっぱりそこなんだなと思ったときまず最初に自分自分があるからお金とか物質的なものもそうです自分に向けるものがあるからいずれ溢れます感謝も一緒ですだからこそまた人のためにできる。 っていうふうにして順序を踏んでいくっていうことをやっていかないと私とか私の愛する人たちをないがしろにした上で誰かのためにってやってしまうと必ず出てくる言葉はこれだけしてあげたのにって言わなくちゃいけなくなるんですねその言葉が出なくていいように私はまず一番最初に自分のことを愛するっていうことなんですが簡単です言うだけならですねやろうと思ったら私は自分のことを愛せてるだろうかってやっぱり考える時があると思うんですでもそれは愛せてると思います それをまだ自覚できてないだけそして自覚しようと思うんだったら絶対にやってほしいことってのは今までも幾度となく言ったことですが簡単におさらいしておきますいいですか私の最高の笑顔の写真を普段私の目につく場所に置いておいてくださいはい。それをまず知っておくことです自分の顔に見慣れてきますはい。見慣れてきて自分の一番いい笑顔だなっていうものを一番最初にちゃんと自分が受け入れ始める見慣れていくことがとっても重要なんです 鏡で見て朝ちょっと化粧する時だけ顔を洗う時だけ歯を磨く時だけっていう感じでちょっとだけ見てると私の顔が嫌嫌嫌い今までたくさん経営者、えー、いろんな運が良くなりたいっていう人たちのアドバイスを聞いていく中で人相に陰り曇りがあるなっていう人たちに対して絶対言うことは「あなたは鏡の前でため息をつく習慣ありませんか?」って聞いたらみんな「はってしますね。 はい、私はあんまり自分の顔を見たくないとて言ったりしますけどもそこまず変えなくちゃいけないと思いますなのでまずは見慣れていくことですよっていうことで写真をするそして愛してるよっていう言葉を使うことです今愛してるよっていう言葉自体を誰かに言えないって思ってるんだったら何かの出来事とかものでもいいです僕は釣りを愛してます私はゴルフを愛してます私は車を愛してますでもいいんですなぜかというと愛してるよっていう言葉を使うっていうこと自体は脳は 言った言葉は、言われた言葉だと認知します。なので、皆さんもね、愛してるよって言葉を言われること自体、あの、嫌な気分にはならないと思うんです。でも、私がその言葉を使うっていうだけ。だから、その言葉に対して、自分のことを愛せてないって悩んでる人たちは、愛してるっていう言葉自体は絶対使いません。普段からね、絶対ではないか、使わないことが圧倒的に多いです。なので、あ。 今なかなか認められないな自分のことを認められないなって思うならばまず本当に今のありのまま受け入れられないと思っててもこの言葉を使うことから変わっていくんだなってことを知った上で私は愛してるって何かを愛してる。だ最高なののは朝起きて鏡の前で 自分のことと一言ででももいいいいいす。す。回唱えてもいいと思います愛してるよって愛してるよ愛してるよっていうふうにして言ってあげると NO っていうもの自体は誰かが言ってくれた言葉だと受け止めるんですねそうしていくと自己肯定感っていうもの自体は上がっていきますこれは自然とです継続すること何も難しくありませんやろうと思ったら3秒でできることなんです写真だってそうそんなに手間はかからないけどそれをやるだけでこんなに人生変わったよっていう人たちも見てきましたなので今回やっぱりこうねどん底からなのかそれとも 普通にあるところからパーンと上がってくる人を見た時にこの言葉の重みとそして意味とそしてそれを周りの人たちに分け与えていくっていうことを何よりも知ってそのことをまあ気付いたんでしょうねだからああやって上がっていったんだろうなってのを見てた時に僕も多分今本当に学ぶものがたくさんありますなのでやっぱり愛なんだなと思いますね はいなんですが僕はこのプライドそして欲そして愛っていうもの自体の順序を踏んでいきながら愛っていうものにたどり着くこと自体も悪いとは思ってませんはいなので皆さんはどこから入っていくかどれ一つ取ってみても無駄なものはないと思いますどこから入ってもいいと思いますはい 僕のおすすめはやっぱりプライド維持とかあとは欲から入ってみて最終的に必ずそこに気づきます愛だったんだなっていうに気づいた時にその人の方が僕は強いんじゃないかなとは思う時もありますけども最初からこれができる愛ってところに入っていく人たちも相当大変だと思いますけどねはいなんですけど、まあ、今回僕もいい学びになりましたっていうことのお話をさせていただきましたということですはいそんな感じで今日も元気よく皆さんをガッツポーズで見送っていこうと思いますでは行きます行きます、ね、せーのよっしゃー ということで今日も元気よくいってらっしゃいお気をつけて